っていきます。で、カメハメハが重力ないんですよね。で、アンチ力持ってるから結構動きには結構楽かもしれないね。はい、で、入場とかは結構強い。で、ワープと重力がないから重力で結構止まる感じがあるんだけど、友情とこの友情、毒のこのパッパッパッての友情の毒かかったんだけど、この友情がまずまあ強い。ただやっぱこれ口酸っぱく言うんだけど、やっぱスピード型じゃなくて亀撃にしたいんだよね。超スピード型にしたとしてもどのうち亀撃の方がやっぱ一番強いかなって思うんだよね。で、とりあえず亀ハメハ2体しかいなかったからおまけとして映画限定のアース&ソロモンを作った。で、今回カメハメハ使っていくんだけど、前回のナタ重心化回の時、ナタ重心化の時に負けてしまったんですよね。久しぶりにまさかの負けてしまったんですよ。だからカメハメハまた重心化使ってみたの時の叩きを叩きを取ってくれるはずなので、これで通常当たって当たります、入ります、バリア割ります。これで結構この友情、このアース&ソロモンのボムスローも強いな。で、今回重力とワープ全員持ってないから結構きついかもしれないけど、ブロックさえあれば結構まあわりかしダメージ取るから結構いいかなって思って、重力に当たんなければ、でなんかやっぱあれだね、ツイッターとか見てるとやっぱこの後突然やっぱ6月って突然いきなりやってくるあのガチャ、オールスター感謝ガチャ来るじゃないですか。オールスター感謝ガチャ来るから、まあやっぱ温存、オーブ温存した方がいいのかなって思うんだよね。まあ今ほらアーサー&ソロモンももちろんで、あとはルシファー出ない人とか、あとはソロモン、あとはノア&パンドラ、その一滴狙いでオーブ使い切って、その後にニュースでいきなりまさかのまあ来るみたいな、オールスター感謝ガチャ来ますみたいな感じのニュースで、いや使い切った後に来んねんみたいな感じになっちゃうの。6月って結構ねオーブを慎重に使わないといけない時期なんで結構危ないっていう。どうなんだろう、今年もね来るのかな、オールスター感謝ガチャって。これでカムハムハ当たって
あ、やべ、これはやばい。これはレーザー当たっちゃう。アホミンか。ただ2ターン、右下の2が怖いから上に行きたいね。で、これで2体食らうと死ぬかな。危ねえ、リザバリついててよかった。これで、あ、毎月恒例、いつもの恒例、練り残ししていくんだけど、ね、最近ね、毎日のように練り残しして、放送外でね、放送外で毎日のように練り残ししていくんだけど、動画の時でもなんか練り残ししていくんだけど、練り残しなんか動画の時でも挟んだけどね、なんか。で、気づいたんだけど、アーサー&ソロモンの友情じゃない、SS がめちゃくちゃ強いっていうことが、気づいちゃったんだよね。やっぱ、伝えるとこ刺さってると、やっぱめちゃめちゃ強いんだよね、これ。ただ今現状、ここが強いって、ここだっていうのは、あまりちょっとよくわかんない。この道アーサーもまあミラカメとしてはこれね、当たります。ゴムスロー当たります。ほらこんな感じ、もうこんな感じで見逃して、彼方の楽園は俺たちが守る。カメハメハの一応ね、スクヨミゼロとかでもなんかこれ強そうだね。これで、ね、じゃあやっぱカメハメハも強いけども、いやこれは